エーバーディンゲンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、ルートビヒスブルク郡に属す、町村である。この町は、シュトゥットガルト地域及び、シュトゥットガルト大都市圏に含まれる。この町は、1975年に、それまで独立た町村であったエーバーディンゲン、ホーホドルフ、ヌスドルフが合併して形成された。この町は、 シュトローゴイとヘッケンゴイの二つの地形の境界であり、高度270メートルから403メートルに一致している。エーバー人間をシュトルゼルバッファ川が流れている。この川はフラハトから流出し、エンツバインゲンでエンツ川に交流する。ホーホドルフとヌスドルフはシュトルゼルバッファ川によって分割されており、オードで覆われている。地質構造はムシェルカルクガ主である。 町内には古い採石場跡が残されている。自治体エーバーディンゲンは1975年に合併したエーバーディンゲン、ホーホドルフアンデアエンツ、ヌスドルフからなる。地区の境界は合併前の同盟町村の境界と同一である。地区の公的な名称は町名を先に記し、ハイフンをつけて地区名を続ける。エーバーディンゲン地区とホーホドルフアンデアエンツ地区には それぞれ同盟の村落のみが属す。ヌスドルフ地区には、ヌスドルフ地区には、ヌスドルフ村落とハウスゾネンベルク及びハウスゾルゲンミューレが属している。州統計局の2018年現在のデータによる。ホーホドルフのケルト時代の墳墓最も古い定住地の痕跡はホーホドルフ地区にある。紀元前4000年にはすでにこの地に人が住んでいた。 特によく研究されているのは紀元前750年から紀元前450年頃の入植地である。ハルシュタット文明時代にあたるこの時代のミ未クツの貴族の墓が見つかっているためである。アレマン人が住んでいたこの地域は500年頃にフランク人によってキリスト教家されシュパイアー主教区に組み込まれた。750年頃に グリーデルング・アレマニエンスガガウに編入される際、エーバーリンゲントヌスドルフはエンツガウに、ホーホドルフはグレムスガウに組み込まれた。その結果、宗教上は、シュパイアー司教区内のエーバーリンゲントヌスドルフは、宗教改革までファインゲン三次会に、ホーホドルフはグリューニンゲン三次会に属した。ホーホドルフは、 フランケンの国ベルト博による古田修道院への寄進に関する779年の文書に初めて記録されている。エーバーリンゲントヌスドルフは1100年にヒルザウ修道院の文書に初めて記録されている。エーバーリンゲントヌスドルフでは1534年にウルリ飛行が帰還した後宗教改革が行われた。 1534年のヒルザウ修道院の世俗化により、エーバー人間とヌスドルフは1534年にビュルテンベルク公領となり、アムトファイヒンゲンに属した。ホーホドルフでは、ホーホドルフに所領を有するグリュー人間の精霊病院が世俗化された後、1555年頃に宗教改革がなされた。町内の数多くの教会席で大司教十字が見られることから、 ホーホドルフは、ビシンゲンと同様にこれを紋章に採用していたと推測される。病院の権利継承者として、現在のホーホドルファー・ボンホルツの森林までを、マルク・グレー人間氏が所有した。ホーホドルフ住民の一部は、早くも16世紀に、ビュルテンベルクの支配下にあり、アムトグリュー人間の組織下にあった。ホーホドルフの領主は、時代と共に何度も入れ替わった。 最後の領主は、鉄心断尺であった。この家紋が、約100年間所有した後、ナポレオンによって王国に昇格したビュルテンベルクに、編入された。遅くとも、最終的に、オーバーアームとグレー人間が廃止された1807年、以後、ホーホドルフも拡大したオーバーアームとファイインゲイに、編入された。ナチ時代のビュルテンベルクの行政改革により、 1938年にこの町はファイン・インゲン軍に属すこととなった。第二次世界大戦末期、1945年4月にヌスドルフは災難を経験した。フランス軍からの激しい砲撃によって村はわずかの間に3、4が破壊され多くの住民が死亡した。1945年、この町はアメリカ管理地区となり新設された。 ビュルテンベルクバーデン州に属すこととなった。この州から1952年に現在のバーデンビュルテンベルク州が形成された。1973年のバーデンビュルテンベルク州の軍裁編でエーバーディンゲン、ホーホドルフ、ヌスドルフは廃止されたファインゲン軍から拡張されたルートビヒスブルク軍に移管された。同名のレムゼックのホーホドルフ地区と区別するために 1973年6月19日に、ホーホドルフ・アンデアエンツと改名した。また、1973年8月15日に、ヌスドルフ地区の表記画に変更された。現在の自治体エーバーディンエンは、バーデンビュルテンベルク州の市町村再編に伴い、1975年9月20日に、エーバーディンエン、ホーホドルフ・アンデアエンツ、 ヌスドルフの3町村が合併して成立した。各時点での町域における人口を示す。数値は推定値、人口調査結果、統計局の公的研究結果である。市町村再編以後40年間で人口は4260人から6692人まで増加した。人口増加が最も大きかったのは候補ドルフの70.4%、 ついでエーバーディンゲン70.4%、ヌスドルフ17.3%であった。人口調査結果エーバーディンゲンの町とマルティンス、教会の当宗教改革までエーバーディンゲン及びヌスドルフは、シュパイアー市教区3位一帯除最長区のファイインゲン3次改革に、ホーホドルフは、同女最長区のグリュー人間3次改革に属した。宗教改革以後、現在の長域は、 福音主義が優勢な地域となり、福音主義、エーバーリンゲン教区、福音主義、ホーホドルフ教区、福音主義、ヌスドルフ教区が設けられている。カトリック住民は、エンツバインゲンの聖パウルス教会区に属し、ファインゲンアンデアエンツの聖アントニウス教会と共に、死牧会を形成している。ヌスドルフには新首都教会がある。ヌスドルフの福音主義メソジスト教会は、 長らく閉鎖されており、現在この地域を管轄しているのは、バイサハの教会である。エーバーディンゲンには、フライエクリス・ニャクタインス・ジェメインド EV があり、さらにティーサフィス・ケン・ゲゼルシャフット・パサデナのドイツ本部がある。エーバーディンゲン、町役場この町の町議会の議員数は、議長を務める町長を除いて、18議席である。ズンガラ、金字。 緑の身部の山の丸い角山頂から伸びる三本の緑のバラの枝。それぞれ緑色の額を持つ五弁の赤い花を一輪つけている。町の旗は赤から木である。紋章と旗は1977年5月10日に認可された。紋章の三本のバラは三つの地区を象徴している。この一章はすでに旧エバーディンゲンの紋章にも用いられていた。 合成樹脂加工と金属加工が3つの地区の最も重要な産業分野である。この主要産業には約400人が従事している。最寄りの IC、アイアン、アイスの駅はファインゲン・アンデア・エンツにある。最寄りのローカル鉄道駅はヘンミンゲンにある。エーバーディンゲンはシュトットガルト・フォイエルバッハ駅及びファインゲン・アンデア・エンツ駅のバスで結ばれており、 シュトットガルト交通、運賃同盟に加盟している。エーバーゲン町は、候補ドルフとヌスドルフに分かれて存在する、基礎家庭学校の運営母体である。かつての、本家庭学校及びベルクレアルシューは廃止された。この他に幼稚園もある。この町の電力及びガスモは、エンベベイで異業なる AG によって運営されている。エーバーゲンで供給されている、上水道は、 地元の水が55%、シュトローゴイ水供給会社のよそからの水が45%の混合水である。ホーホドルフアンデアエンツ地区は、100%シュトローゴイ水供給会社の水である。ヌースドルフは、地元の水が40%、ボーデン湖水供給会社の水が60%である。人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%湖会社の、 ルート・ビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルート・ビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。ホーホドルフ・フケルト博物館最も有名な文化施設が、ホーホドルフ・フケルト博物館である。1977年に、領主の墳墓が発見されて、以後、ホーホドルフアンでアエンツにこの博物館が設けられた。 ホーホドルフにはこの他に、クンストホーフのギャラリーやカステンショや上官ギャラリーがある。ヌスドルフのアリソンベーター・ブルークラインコレクションも見る価値がある。このコレクションは、1980年代から約1500点の現代美術作品を所蔵している。エーリン人間の後期ゴシック様式の教区教会も見応えがある。ヌスドルフには13世紀の聖十字架教会。 来社派遣のヌスドルフ城、旧ヌスドルフ、町役場がある。ドイツ語番、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。ベシュレイバーングドバーンツバイフンのエバーディングン。ありがとうございます。